皆さん、こんにちは。アナンダ・ジェイコブスと申します。私、音楽作ってるから、せっかくなんで、ある歌詞から、ちょっとした発音とか、意味合い説明したいなと思ってて、甘えろっていう曲がありまして、歌詞は英語ですが、あるところは、The pure unseen of our hearts。The pure unseen of our hearts。 まず意味合いは心の中に秘めた純粋な思いに近いかもしれません。ちょっと不思議かもしれないけど、そういう意味で The pure unseen of our hearts。 じゃあまず一個一個の単語を見ると Pure、 日本語はよく Pure とか言いますが、英語は Pure じゃなくて Pure、 Pure、 もっと R をソフトに終わればいいよ。Pure, pure. Unseen, あんまり言わない言葉ですが、見えないもの、見えてないもの。Unseen, see という言葉のルーツですね。See, saw, seen ですね。Unseen, un つけるとそれはなしにすることですね。Unseen, まあそれは OK だと思います。じゃあ次は、our の our、あるいは are、あんまり our 言わずに our hearts とかじゃなくて r r a r e の同じ発音ぐらいですね。 r the pure unseen of our hearts。 で最後に hearts ですね。 hearts はちょっと硬いので hearts、 小さい s 最後につける感じですね。じゃあ全部言いましょう。 the pure unseen of our heartsThe pure unseen of our hearts。 気になる方は甘えろという曲を聴いてみてください。ありがとうございます。